荷物が来ましたよ。開けてみたいと思います。ペロ来たよ。なに？素敵。これお手紙が入ってるよ。読ませていただきます。猫様、初めてのプレゼントです。おー、ありがとう。初めてのプレゼント。何が喜んでいただけるか考えすぎてしまい、来年になってしまいそうなので、とっとと送ります。失礼かなと思いつつも、クイーンショップのものも可愛くて入っています。よかったら使ってくださいね。テコさんが使っているマニキュアは、ハケが使いやすいとおっしゃっていたので、同じような仕様のハケになっているディオールにしました。テコさんのイメージで、ノーブルのカラーっていうんですかね。喜んでくれたらいいな。あとは美容によくダイエット向きなものも入ってるんだって。お母さんはといろんな味のセットにしました。え、そんなのが入ってるんですね。デコさんにはいつもライブで楽しませていただき、メールでは相談などもさせていただいて、とっても感謝しています。大好きなデコさん、これからもデコさんらしく楽しい日々を送ってくださいね。でもいつも動いてるイメージなので、たまにはゆっくり休んでください。ではではって、さくらって書いてある。さくらさんだ。さくらさん、ありがとう。あ、嬉しい。前にいただいたような気がするんだけど、さくらさんから。違うさくらさんかな。おー、素敵なタオル。今治タオルのタオルハンカチだって。色も柄も可愛くて選べなかったので、全色？私のおすすめはグレーだって。あ、本当素敵、グレー素敵。この桜の色も素敵、ピンクとか水色も。マリタオル。すごい、いいものいただいちゃった、ミヤちゃん。ミヤちゃん、いいものいただいちゃったよ。なに？これ、安間のダイソーのものですが、デコさんのソロマン塾やお仕事に少しばかり役に立つかなと思って可愛かったので買ってみました。本当、役に立つすごく。いいですよ、私は、ね。使わせていただくね。可愛い。いや、見て。ほら、いろんなの入ってるから。いろんなことやってるので、整理整頓がだん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 ね、でもしても、なんか出てくるから。本当にちょっと机とか、まあ、あるはあるんですけど、考えなきゃいけないなと思ってる。細かいの整理するのとかね。いいじゃない？低めもフィルムタイプ。あ、これも付箋だ。桜さんが、こういうの、使うのに長けてるんだ。ね。はい。私も頑張ります。シールだって。あ、こちらでもネイルシール。嬉しい。派手なものも混ざってしまってすみません。いえ、使えるものだけ使っていただければ幸いです。ありがとうございます。いろいろ。派手なの大好き。桜さん、ありがとう。綺麗だよ、すごく。ほら、いろんなの、まあ、ゴールドとか大好き。こういうのも。全部がゴールドじゃなくて、いろんな渋いのも入って。ね。素敵やん。大人な感じのセレクト。わ、これもすごい、スミレ。いろいろあって面白い、楽しい。だから私一生懸命撮ってます、これ。今ね、自分の指、ここまで来た、上まで来て、下は自分で塗って。こんなことし、知らない、あんまり。わ、ディオール！すごい！なになに？わ、素敵なカバンの中にまたカバンみたいの入ってた。かわいい。さっき言ってたやつだ。わあ、初めて。大人色だ。肌色。ディオールの。あ、これはね、いい。まずはこれ。これから揃えるみたいな。そう、素敵。私、ディオール初めて。これから色々知っていきたいと思います。教えていただいてる感じ。ありがとう、桜さん。開拓おかき。北海道の北家老というお菓子屋さんのおかきです。おすすめなので、ぜひぜひ食べてみてください。たっぷり入ってる。甘エビ、エリも昆布、エサシ、ホタテ、函館のイカ、
キベツの鮭、秋鮭。すごい、本当だ。北海道が詰まってる。ありがとうございます。消毒用のジェルだって。わあ、お出かけの時に使ってくださいね。これ、便利だよ。携帯用の。こういうジェルだって。いいですね。今も必要だね。だんだんこういうのもね、持って歩いて、気をつけてやっていきたいと思います。ありがとうございます。本当、お気遣いが伝わってくるわ。これ何？ティカフェハウスブレンド。え？あ、おお、夜にコーヒーを飲むと眠れなくなってしまうとおっしゃっていたので、カフェインレスのコーヒーを試してみてください。あ、ありがとうございます。じゃあこれ、デコカフェで飲む。嬉しい。スタバだ、スタバ。カルディで買ったキャンディーとチャカです。チャカは体に良さそうです。少しばかりですが、どうぞ。お、カルディの。美味しそう。ね、アイスパークキャンディーだって。冷たい。感じるやつ。これは、コーヒーのキャンディーかな？あ、コーヒーのキャンディー。これがチョコだ。73% のチョコだ。すっごい美味しそう。果物入ってて。いいやつだ。ありがとうございます。嬉しい。ハニーもある。ブラックベリーと。あ、チアシードというスーパーフードが入ってる。なんだろうね。体の良い。で、ダイエットの味方。黒豆きな粉だって。じゃあヨーグルトに混ぜたりして食べればいいんだね。二袋も。ね、体のこと。気遣っていただいて嬉しいな。何何？レンコンパウダー？花粉症にいいです。喉の調子も良くなるかも。飲み物に混ぜたり、薬の代わりにどうぞ。あ、そうなんだ。良さそう。これチアシードが入った雑穀米。です。好みがあるかもしれませんが、もち米も、あ、もち麦も入ってるので、ダイエットに良きです。え、すごい入ってないこれ。すごいな。じゃあ、これで、ご飯炊きますね。ありがとう、嬉しい。さすが、北海道だな。北海道だよ。マリモ羊羹だって。あ、あかんこだって、あかんこ温泉だって懐かしい、あかんこ温泉。霧に抱かれて。あ、あれはマシューコだった。間違えた。湖の横を掘ると、温泉が出てくる湖もあるの。北海道すごいね。あかんこはマリモが住んでるの。貴重なマリモがね、住んでますから。ねえ、みやちゃん。知らないって。さくらちゃん、たくさん、こんなに、いっぱいいろいろお気遣いがあるのが本当に伝わってきます。みやちゃんは入りたい。みやちゃん。みやちゃん入りたいね。これ邪魔。これ、はい、これ。うにゅ、うにゅにゅがくん。入った、入った。入りたかったね、これ。よかったね。いただいちゃったお母さん。ねえ、いろんなのを考えてね、送ってくださったんだね。さくらさん、本当にありがとうございました。すごい、そういうのがね、よく伝わってきますよ。嬉しいな。皆さんのおかげでね、こうやって嬉しいから伝えられるし、本当に感謝ですね。ありがたいことです、本当に。なかなか、こういうことできないと思うのね。本当見ていただけるだけでありがたいですよ。皆さん応援してくださってありがとうございます。それじゃあみんなまたね。さくらさんありがとうございました。元気でね。